備中高松城の戦いは毛利軍の勝利に終わった。敗れた秀吉はそのまま京へと軍を返す。そのあまりに急な撤退には理由があった。本能寺の変。信長が家臣明智光秀に討たれたのである。真相を知った毛利家には秀吉の追撃を主張する者もいたが、高景がそれを制した。かくて秀吉は仇討ちを果たし信長の後継者となる。毛利家も秀吉の傘下に入り、その天下統一事業に尽力。秀吉が長宗我部元親の治める四国の制圧に動くと、高景は一軍を率いて馳せ参じた。秀吉は高景の忠心を褒め、討伐軍の軍師の一人とした。もう一人の軍師は黒田官兵衛だった。賢人の将、四国征伐。ごめん、高影。どうやらさよならを言わなきゃならないみたいなんだ。本能寺の君の判断は正しかった。世は確実に太平に近づいていっている。ま、勝手なセリフだけど、君たちに毛利家、いや、天下の行く末、託していいかな。高影か。兵には礼を言わねばならぬようだ。毛利が秀吉様に臣従した件ですか。礼には及びません。毛利家のため、世の太平のためです。そもそも本能寺の変を大返しの折、兵に見逃してもらえねば我らはここに立っておらぬ。それも礼には及びません。すべて毛利家のため、世の太平のためなんですから。父ならもっと良い方策を編み出せたでしょう。これで毛利家には賢人がいなくなりました。いや、いるではないか。慶が、小早川、高景。私など比例事ばかりの偽善者に過ぎません。すべては父がいてくれたから。父が非常をやってくれる。だから私は優しくいられた。父が手を黒く汚して寂しそうに笑うのが悲しくて、手を汚さずに済む策を必死で考えやってきただけ。ゆえにこそ慶は真の賢者たりえるのだろう。慶の非常の部分は私が受け持とう。呉服には到底及ばぬかもしれぬがな。一生は夢のまんなれ。いらっしゃいませ。お買い得品が。毎度ありがとう、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 毎度ありがとうございます。ありがとう。そのせい見届けよう。
我らの先遣隊が中央砦を突出して、まずは我らとの連携回復を第一とする。では北砦と北東砦を落としましょう。進軍路を確保し、先遣隊との連絡路も作れます。四国の魂、足場に刻みつけろ。暗骨の知らない、最初に奏でるのはお前だ。私？もうやればいいんでしょ。やるわよ。ここまではうまくいきましたね。上皇、見る、お前の反骨魂の輝き、皆光れ、発奮している。うわ、四国には女神がいるんだ。誰が相手でも負ける気がしねえ。ちょっと嬉しいな。敵将を討ち取ったり、敵将を討ち取ったり。敵も狙ってくるゆえ注意せねばな。美女ちゃんには一般の運があるしね。足場の船もらうよ。はい、わかりました。解剖方面の敵の士気が異様に上がっている。あの女がいる限り手を出せぬな。彼女をどこかに封じられれば、毛利本陣近くに下取り出などはいかがでしょう。障害を排除した。はい、わかりました。開門。美女ちゃんたちの攻撃に応えたかったね。今こそあの女を始末する。ただ奴を崇拝する男たちの前で撃っては逆効果。北砦に誘い込み秘密裏に排除する。女が知らずに消えれば男どもは戸惑う。開門。めくらまし役を買います。なるべく早く誘い込んでください。はい、よい、開門。秀長殿の目が爆発するでしょうか。止めればなりません。するはずだ。補修するなら今ですね。私このまま終わり。
私も参戦するで。三成、リオガさん、頑張ってる？自立させる。敗北条件、変更。ついに来たか、天下人。聞け、俺たちの魂の叫びを。天下人の戦、見せつけちゃるわ。よい、あ、必要で欲しい。一気に蹴りをつけるんじゃ。解剖。戦運びですね、官兵殿らしい。
強い。あ、ベトベト。でも、こんなに頑張ってるんだ。まさか泳いで奇襲をしてくるとはな。ヒリウス様は何としても守り通せ。ここで言ってね。わらわが誘い、師匠も奇襲する。師弟の斧の子転がし作戦、大成功なのじゃ。ウアナ吉成、これにあり。我が忠義、我が武勇、僕と味わえ。うん、はい、わかりました。はい、わかりました。反骨の魂とやらは見せつけたわね。次はあなたの番。死なない手に頑張って。排除した。なんという強さよ。あっぱれ！我らも続け！師匠たち、休んでおれ！我らは皆の分まで戦い抜くぞ。この戦果、次の一手につなげなければ。覚悟はとうにできておる。参れ。隙のない戦運びですね、寛平殿らしい。障害を排除した。私か、師匠。戦場に散った魂、俺に戦えと叫んでいた。いいか、魂の叫びに応えるために。開門！人形だ。ここは引かせてもらうわ。お見事でございます。試しで貴様の維持する力を。我こそ天下無双の。おこがましいことだ。遅刻は下した。天下統一にまた一歩近づいた。毛利としても役目を果たせてよかった。いやー、ご苦労じゃった、高影。さすがじゃ。官兵衛ともども胸のすくような大活躍じゃったな。ところで、恩賞やらんといかんのじゃが。官兵衛の功、お前さんの見るところどのくらいじゃ。こたびの四国の戦、官兵衛殿の功を大きく、一国の大名にお取り立て遊ばされるのが相当かと。うん、
やっぱそうか。の高影、ここで出し渋ったら世間からケチと言われるかの。ええ、恐れながらわしも天下人じゃ。ケチ呼ばわりはされとうないの。天下人がケチでは天下もしみったれてまうわ。ところで高影、お前さんの子も官兵衛に劣らぬと世間ではもっぱらの取り沙汰じゃ。ちゅうことはお前さんも一国の大名に取り立てんとわしがケチじゃと言われてまうわ。小早川高影、お前を伊予一国の国主に任じる。よいな。恐れながら私は毛利家の臣下でございます。秀吉様から直接恩賞をいただくわけには参りません。じゃがこれくらいせんとわしがケチと言われるわ。そういうたんはお前さんじゃで。それとも高影、わしがケチ扱いされてもええんか。天下人の顔に泥を塗るんか。恐れながらその恩賞毛利家にいただければと。さすれば我が主輝元により秀吉様のご意向通り私に領地が下されましょう。我ら毛利は秀吉様の沙汰に一層の恩義を感じ、世間も秀吉様の懐の深さに感心いたすでしょう。官兵衛の言うとった通りの賢人じゃのう。わしの考えなぞお見通しじゃったか。